東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか沢を見る素晴らしさ四強なでしこの大黒柱を米メディアが称える国際 A マッチサイト出場記録保持の元米代表の名選手が語る なでしこジャパンのミッドフィールダー、サワ・誉誉れ、派女子ワールドカップカナダ大会で女子サッカー史上最多タイとなる6度目の出場を果たした。一次リーグから前後試合に出場し、チームを牽引しているレジェンドについて、米メディアからも、サワを見る素晴らしさと絶賛する声が出ている。ESPN が報じている。レジェンドがレジェンドを語る。ESPN の解説者を務める元アメリカ代表フォワード、クリスティン・リリーさんは、 27日の準々決勝でオーストラリア代表を撃破したなでしこの今大会の戦いぶりをこう絶賛した。なぜ優勝候補の評価がなかったのか彼女らは派手なチームではないし、プレスをかけて一気にゴールに迫るというプレースタイルではない。7人の異なった選手がゴールを決めていて、自分たちのサッカーを貫く。2011年と同じじゃないあまり全評判は聞かなかったけれど、自分たちのサッカーを。 決勝戦までしっかりと貫いた。彼女たちのサッカーを愛しているわ。リリーさんは、五輪優勝2度、ワールドカップ2度優勝に加え、代表通算352試合出場という男女通じた国際 A マッチ出場最多記録を誇る。11年大会に続いて、たくましい戦いぶりを見せるなでしこジャパンのスタイルに愛着を示す一方で、日本の背番号10についても賛辞を送った。沢は、6回目の W 杯になる。 すでにリーダーというわけではないけれど、今も彼女のプレーを見られることは、本、当に素晴らしいこと。39歳まで代表でプレーしたリリーさんは、サワが2000年から2003年に当たらんタビートで、09年から10年までワシントン・フリーダムでプレーした際も、ボストン・ブレーカーで活躍していた。同じ舞台でしのぎを削ってきた両友でもある。サワは、アメリカでプレーしていた当時、フィジカルに優れる米国人選手たちを、俊敏な動きと、 技術で手玉に取ってきた。クイックワの異名で呼ばれた、そのプレーを、ライバルチームの選手として見てきた。世界の女子サッカーを共に引っ張ってきた存在だけに思い入れも強いのだろう。今大会は途中出場が多いが、試合終盤を、その存在感から来るカリスマ性で締めくくるワ2011年には、FIFA 最優秀選手に選出されたレジェンドのプレーを、4年に一度の大舞台で目にできる幸せをサッカー界はかみしめている。 ネット上の声。澤が自分でやるべきことを理解している。ベンチに澤がいるのは、戦力面だけではなく、精神的支柱にもなっている。シャビではないけど、トロフィーを掲げる澤を見たい、安藤のためにも目指すは、優勝しかない。国内のにわかファンや男尊女卑に、サッカーファンより、海外の人の方が、よっぽど、日本の女子サッカーを愛し評価してくれている。とてもうれしいことです。男子と女子は、比べる必要もない。 どちらの立場から見ても。前回は、澤がきっちりと仕事をこなし優勝した。今回出番は多くないが、その中でもやってほしいな。